皆さんこんにちは、ブロガーの笠子です。なんと海外旅行ガイドブック地球の歩き方がですね、ダイヤモンドピック社から事業譲渡されまして、学研プラスに、来年の1月、2021年の1月から事業譲渡されるというニュースがありまして、これ本当にね驚きなんですけれども、まあこのコロナで海外旅行に行く人ほとんどいないというか、行けないという状況なので、ほとんど売れないので、多分厳しいということで、その、事業譲渡。なんとかその生き延びるために、元気のある会社に移してっていうことだと思うんですけれども、これ、私、海外旅行大好きで、地球の歩き方、必ず、どこ行くにしても地球の歩き方必ず買いますけれども、ただ、このコロナ云々ではなくて、地球の歩き方もちょっとこの時代に合わせた作り方を変えていかないと、ちょっと今後別にコロナということではなくて、やっぱり厳しくなっていくんじゃないかなっていうのを感じてます。まず大きなところで言うと、海外旅行に行く人が減っているというのがありますね。特に若い人が全然海外にあまり興味を持たなくなってしまったっていうところがあって、まず、そもそも行く人が減っているという問題。それからやっぱり、このネット時代の紙のガイドブックのあり方って非常にやっぱり難しくって、変えていかないといけないと思うんですね。で、私は、海外旅行に行くとき必ず地球の歩き方買います。ただやっぱり昔ほど重要視しなくなってきてるんですよね。必ず買いますけれども、でも最近ここ2、3年ぐらいかな、いるのかなっていう時がやっぱりあるんですね。で、まず、昔は本当にネットの情報がほとんどなかったので、まずその、地図が頼りになったりしますけれども、今や地図は Google マップでスマホを見れば正確な地図がわかりますし、あとホテルの情報も、地球の歩き方はホテルの情報いらないんじゃないかと思うんですけど、ホテルはもう今や例えばブッキングコムとか、いろんなサイトでもう何十件何百件何千件と、細かい都市でも載っていて、例えば駅から何分とか、 Wi-Fi があるないとか、写真もいっぱい見れるので、ホテル情報なんかももう歩き方には必要ないのかなっていうところもありますし、あとはレストランもね、もちろんその、有名店とかを載せたらいいと思うんですけれども、今やレストランを海外で探すのは Google マップが一番便利なんですね。Google マップか、それから、トリップアドバイザーみたいなところにはなるとは思うんですけれども、ニュージーランドに行った時に、ニュージーランドの歩き方買ってもやっぱりなかなか店がそんなになくて、あとは自分のエリアのそばに、探してる店がないっていう時に、Google マップで付近の検索するといろいろレストランが出てきて、そこで情報を見るとメニューの写真とか値段とかが全部載ってるので、もうレストラン情報 Google マップの方が便利かなっていうのがあったりとか、あとは去年ドイツに行った時ですけれども、やっぱり歩き方のレストラン情報ってやっぱ少ないので、それよりもやっぱりトリップアドバイザーでその地域で見て、こう順々に探していって、ランキングもあれば、あとは結構細かい情報も載っているので、レストラン情報に関しても、歩き方のような紙の本っていうのはちょっと厳しいかなっていうところがあって、やっぱ網羅的に観光地を知るとか、あとはその基本的なことですね、その入国する際の書類の書き方とかは結構便利なんですよ、ああいうのがね。あとは、例えばその乗り方ね、結構電車の乗り方とかバスの乗り方とかってやっぱ難しいじゃないですか。で、もちろんそのネット調べれば書いてあるんですけど、ガイドブックという形で紙でその、そういう情報もまとまってて、観光地情報もまとまってて、それでなんとなく書いてあって、それでもわかんない場合はネットで調べるみたいな、ことがあるので、やっぱりそういう使い方、その部分ぐらいかなっていうところになってくると、やっぱりなかなかね、歩き方、その単にコロナだから、需要が減って、事業譲渡したっていうことじゃなくて、やっぱ紙面の作り方も変えていかないと、何を載せて何を載せないのか、ホテルとかもいらないんじゃないかとか、そのレストランとかどうなんだとか、
地図だってもう本当に地球の迷い方と言われたように、もう地図が適当すぎてその地図信じて迷ったこととか本当あるんですよ、インドとかでね。本当地球の迷い方バカ野郎と思ったこともありますけれども、でもやっぱりもう今や地図なくても Google マップで見れるじゃん。だったら地球そこに力入れずに、ね、やっぱり違う情報、その観光地を網羅的に載せていって、そこをもっと充実させるとか、あとはやっぱりそのね、交通機関の乗り方とか、ね、その入国書類の書き方とか、そういうところにまあシフトしていった方がいいのかな。まあ、ただ、そっちにシフトしていくと、今度バッティングするのは、マップルとかルルブが海外版というのを出してまして、あっちは割とカラーで大きめの紙面で、こう写真中心で、あ、ここ行きたいな、ここ行きたいな、みたいなんで、最低限の、この、その情報、そのね、入国書類の書き方だとか、交通機関の乗り方とか、結構わかりやすくカラー写真、ババーンと載せているので、そことバッティングしちゃうっていうところもあって、ね、だから本当ね、ちょっと地球の歩き方は、その私も本当にもう何十年となく愛用していて、もう何十冊となく買って、今でも海外旅行に行くときには、やっぱり必ずは買ってますけれども、やっぱり紙面の作り方変えないと、もうコロナだからということではなくて、コロナが明けたとしても、あの作りのままでいくと、やっぱり厳しくなっていくんじゃないかな。やっぱり、何らかの、手こ入れなり、紙面の情報を変えていかないと、まあ、厳しいんじゃないかなというふうには、思います。